はい。じゃあ、鈴木大介さん、ナンバー見ていきます。はい。26,500点持ちで、まあ、普通にいけるか。まあ、トップは17,600点差。まあ、ちょっと遠いけど、まあ、別に。はい。行きましょう。はい。じゃあ、シャーキルー。え、シャーキル？普通にやっちゃったけど。普通に自敗切ってるやんけ。ナンバーは自敗切るの？もう。普通にジャッキル、ナンバーキル、ナンバーキルというか、高速タック月曜から、そう、テンホ89ですけど、やりましょうって、頑張って。あ、てか、月曜からなんですけど、今日僕つぶやきましたけど、高速タックの大会月曜から出ようとすると、それまでに上級タックに上げとかないと、試合数が少なくなっちゃうから、だから、一応その月曜までに上級にあか、あんと上げとく。課金すればいいですけどね。はい。500円ぐらいだっけ？ 500 円か600円か忘れちゃったけど、課金すれば打てるんだけど、上級宅まで段位上げとかないと、すぐにその、高速宅の大会、対象に、ね、ランキングの対象にはならないので、で、一応説明しておくと、天保で来週1週間、高速宅の頓風戦で、総合スコアが1だと1万円なので、まあ、それに目指すぞって人は、月曜までに、あげる。もしくは、月曜から課金する。じゃないと、ちょっと月曜から新赤でやっちゃうと、ちょっとね、打てば打つほどプラスのルールなんで、はい。まあ、一応それだけは言っときます。これはシャア切る。これシャアでしたね。〇〇のカムチャだからとかあんまり関係ないと思うんだよな。麻雀そんな難しくない。難しいよ、それは。その人が、カムチャがど、カムチャ？下茶とか。下茶じゃないの？誰かの下茶だったら絞られるから嫌とかね。そういうのは、まあ、雀荘とかでも俺はあるけどね。やっぱ、対応される人はめちゃくちゃ嫌かな。特に泣き麻雀はね。かなりきついとこから仕掛けるから、結構ガツガツ上茶も仕掛けてくれる人だったらいいけど、面前派で回し打たれると俺は嫌だけど、まあ、どこまでっていう話だよな。そこまで自分の手殺して絞る人も今時珍しいし。上卓限定ですか？はい、上卓限定ですね。わかりました。トップ目の下茶、ラス目の下茶とかは関係ある。ああ、まあそうですね。確かに。まあでもそれはね、ちょっと俺あんまりかな。トップ目の下茶だから逆に泣けることあるじゃん。だから、プラスの時とマイナスの時あるからちょっと難しいな、それは。トップ目の下茶だから必ず嫌ってわけじゃないから。逆に俺がトップ目だとかなり下茶のやつと行くからな。もう、昨日の検討とかでも何回も言ってるけど、自分が大トップになったら下茶が仕掛けてくれたらもう他の人がリーチかかるのが最悪だから。もう高速タクでもそうだけど。もう泣き手の人は基本的に安いから。はい。大石さんの下茶とかが嫌か。はいはい。そういうのもあるかもね。そう、アシストもらえそうだからね。ちょっとそれはね、プラスマイナスもあるから難しいよね。はい、じゃあ行きましょう。これシャア切るんかい。はい。まあよかった、普通に。逆に、やっぱシャア切らんとなって話だもんね。こういうシャアはもう切るようになったんですね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、これも初切るんかーい。いや、いいんだけど。こういうのすらもう QP も切らない。はい。いや、いいですね。もう超まっすぐ行くならもう、それでやったらいいんじゃないですか、もうずっと。第一で自敗切らないって、その、なんだ、もう完全にやめちゃったらいいのにな。トップ目だから絞るとかやったことない。オーラス・ジョン・ケン下茶に入れたくない時以外。いや、でもやるやろ、普通に。下茶が2着でさ、本一とかやってたら絞るんちゃう？それは明らかに。それはやってるでしょ、トイレさんも普通に。実践では。これだ、パーソーか。このパーソーは、あれかい。この9ピンは結構早く切っちゃってもいいけど、このパーソーはちょっと引っ張るな、これ。俺はやっぱ、普通にチーソーローソーとかなんか繋がっていく可能性あるからな。まあ、いいんだけど。このパーソーはなんかまあ、458でそんな強くないけど、なんか別に、9ピンよりは引っ張りたいパーソーに見えた。はい。で、まあ、赤いポン入った。パーマンツも。リアンピンかトーンはどっち切るんでしょうか。全く予想がつかない。わかります？皆さん。どっち切るんだろう、これ。鈴木大介さんが。俺、マジでこれは本当に何の予想もできない。どっちかと言ったらリアンピン切るのかな、やっぱり。
結構まっすぐ行くときは、だからこの9ピン残しがめっちゃ印象にあるんだよな。やっぱこの9ピンとかもそんな残さんでもいい牌も残すからな。M リーガーは2ピンだけどさ、鈴木大輔さんマジでわからん。うん。あ、この前か。こういうやつでもちゃんとこの9ピンですら残していくからな。だったら2ピンも残すのかな。トーン。トーン切りそう。ただトイメンの仕掛けは入ったが、トイメンが仕掛け入ってどうするか。はい。どっち切るでしょうか。どっちだ。あ、トーンだった。そうか、やっぱまっすぐ行くんだなぁ。いや、いいと思うけど、俺は。やっぱ、リアンピン縦とか明確に嬉しいし、まあ、要は、リアンピン3ピン、数ピンか。リアンピン3ピン、数ピンは、普通に使えるので、超まっすぐね。トイメンの仕掛けが入ったからって言って別に日寄らずに。いや、いい、やっぱいいとこはいいんだよな。うん。まあ、もちろん別にこれ、絶対リアンピン残した方がいいって言ってるわけじゃないけどね、それはね。うん。で、そういうこと言ってるわけじゃないんだけど、やっぱその姿勢というかなんか、うん、こういう風に言った方が、やっぱり成績は残せそう。うん、そんな警戒してなんか、仕掛け入ったから、コンパクトにするよりは。俺のことか。いや、本田さんどっちだろう。本田さんどっち切ります？いや、本田さんでも2ピンちゃうこれ。いや、別に俺も別に2ピンでもいいと思うよ。うん、これはまあ、あえてさ、普通の M リーガーがしないから、単野も見えるし、あとはあれか、ビーストだ、チームだったら、今めっちゃ凹んでるから、もうとにかく上がりとか、リーズも単野を赤位置で、ま、お山になるから、もうそういう可能性を追って、うん。残すってのは、うん。9ピンが残ってそう。何しとんの ?9 ピンなんか残っとるからな。パーソーとかなんかわかるけど。なんで9ピン残っとんのパンパンすぎやろ、それだから。うん。9ピン残るならパーソー残るわ。いやでもそうだろ。え？なんで本田さん9ピンが残ってんの？パーソーのが残ってないの？パーソーじゃないの？ 9 ピン残りターパイ。ターパイしてんのか。パンパン男はあれか。切らないのか。それは本当のパンパン男だな。はい、切ったふりしてね。はい、切らない。パンパンやばいな、それ。うん。9ピンとかトーン切ってるから。あ、そういうこと？キューピンが重なってるから残ってるってこと？まあ、まあいいか。まあまあまあ。まあ、ちょっと進めるわ。はい。トン切った。うん、いいっすね。いや、マジでいいと思う。うん。で、ちょっと待って。俺も今真剣に考えてたんだけど、やっぱり俺もリアンピン残します、普通に。うん。残す。この場況だったらもう普通に残します。うん、俺でもリアンピン切るけどみたいなこと言うとしたけど、ちょっとどうかなって本当に考えてたんだけど、今。喋りながら。うん、リアンピン残します、俺。トン切りたい。うん、トン切ります。素晴らしい。やっぱピンズ234で明確に嬉しいんで。で、チーム状況とかも考えたら、もうパンパン行くわ。こうなると、これはさすがにリアンピンで。そうそうそう。カンリアンマンもね、2枚切れだしね。うん。はい。で、あとはまあ、親だから仕掛ける、ぐらいか。まあもう全部仕掛けるでしょう、さすがに。うん。出てほしいな、仕掛ける牌。仕掛ける牌出ないかなぁ。これは違うなぁ。スマイタ。はい。まあちょっと、両面いっぱいになって。おい。さて。まあちょっと順面深すぎるか。あ、終わっちゃったか。なんだ。これ上がればな。ちょっとこれ流れたのは、トップ率は大幅に下がってしまった。え？本田さん、9ピンとこでトン切る？あ、イーラーさんもいらっしゃい。9ピンとこ？いや、うん、まあ、まあ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 、普通の人は9ピン切りそうだけど。まあまあまあ。まあまあ、パンパン男なんで。うん。マジか。言い切ってんのがすごいな。9ピンとこでトン切るかもとかな、わかるけど。しかも、これ別に単野あるしな、結構な。パーピン引いてからそっから繋げていく？
もちろん繋がることあるんだけど、ウーピン引いた後のパーピンとか。まあまあ。まあ。パーツ確定してない。いや、確定してないけど。いや、確定してないけど、キューピンマジか。それもうさ、両面でターツ確定するまでもう全部自敗切るっていうことやん。その理論で言っちゃうと。うん、もう両面とかで、三シャンテみたいな、ならない限りは、とにかく全部自敗切っていくってなっちゃうもんね。うん。あ、俺もとにかくフリーとかならメンズマックスね。うん。あ、それに近い。あ、そうなんすね。いや、めちゃくちゃ斬新っすね。あ、でもまあまあまあ、いいんじゃないですか。ただ、これちょっと単葉もあるからな。うん。まあちょっとそれもイメージとしては違うのかもしれん。もしかしたら。これが言いそうだったら、トン切る。いや、言いそうでもトン切、シャ、QP 俺は切りそうだけど、まあ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 。まあ単葉があるってのもでかいかもしれないな。QP めっちゃ切りたくなるな、やっぱりな。うん。まあまあ、行きましょう。了解です。ありがとうございます。ワンパクなトン。うん、ワンパクだな。はい、富士山、素人さんいらっしゃい。世界のホンダ。うん。世界のホンダはサッカーの方が車の方かどっちなんだ ?M は知らないけど、フリーはパンパンの方が大体勝てる。うん。いや、フリーでもパンパンで行くんだ、みんな。行かんやろ、あれ。行くん、これ。フリーだからって言ってトン切ります?いや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 、一応トン役配で普通に重なったら使えるし。トンが不要配じゃないから、おもろいな。うん。まあ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 確かに言いたいことはわかる。フリーはね、もう、面前がやっぱ強いからパンパンでいくって、まあまあまあ。まあいいや。ちょっとこれはもう、エベレ君はキューピン切る。うん、まあまあ、キューピンがまあそれ普通だな。うん。お前らみんなホンダさんに合わせてな。うん。いいことだぞ。うん。俺の味方戦でいいから。うん。俺が、キューピンしかないでしょって言って、リスナーもみんなキューピンしかないでしょっていう流れもね。嫌だからね。ナイス。コメントナイス。本田さん、ベルバートで見かけたことあります。めっちゃ背高くてイケメンでビビった。マージャンプロに見えなかった。あ、そうなんですね。ベルバートで。はいはい。本田さんと同卓して迷惑かけないようにね。俺の配信の話とかしないようにしてください。はい。フリーこそトン残しそう。山にありそう。あー、まあ、まあ、確かに。全然いいと思います。うん。俺は、もういかなるルールでも別にキューピンでいいかなと思ったけど。はい、まあ行きましょう。これはどうすんだ?まあ、チーピン切るのが普通かな。ペンチャン外し?ペンチャン、まあちょっと単葉も見えてないんで、まあチーピン普通に切りたい。うん。厳密に考えたらキューピンもいいと思うけどね。うん。はい、じゃあ行きましょうか。はい、こうなると手配パンパンになっちゃったんで、まあ、ペンチャンになるかな。ウーピンかい。あ、ウーピン、そっちか。まあまあまあ、まあ、うん、まあ。ウーピンね。まあ、いいと思います。両面固定。うん。うん。しごろいシャンテンにあった、あ、いいシャンテンじゃないわ。しごろ見えてきた。で、いいシャンテンになった。で、しごろがあるので、パーソーから切る。うん?いいのかな別に。イーペーコーの方がいいのか。スーソーかパーソーどっち切ろうこれ。パーマキューマンがいいと思う。うん。まあまあまあ。どっち切ろうかな。チーソーダイレクトに引いたイペコのがいいかさすがに。シゴロ不確定だもんな。どっちなんだ。シゴロ変化。パーソーを切る。パーソー。うん、まあパーソーのいのどっちなんだろうな。一応パー、うん、チーソー引いた瞬間にイペコ確定。ウーソー引いたとしても、3色は確定してない。ただ、3層引いた時には両面とかあるか。そっちの方がいいのかな、これ。俺は第一印象では数層だったんだけど、チーソー引いた瞬間のイーペーコーの、うん。そうだね。ちょっと確かに、3層引いた時の両面以降もあるから、パーソーの方が柔軟なのか。うん、ペンチマン固定?うん、まあまあ固定っちゃ固定なのか?うん、固定っちゃ固定。まあ、想図で変化する可能性あるけど、まあまあまあ、そんな感じか。はい、じゃあ、鈴木大介さんどっち切るでしょうか?これもでもわからんな、鈴木大介さんがどっち切るか。パーマン9万。いや、
イーシャンテンは落とさない方がいいと思う、さすがに。チーマンが特別悪いとかじゃないし。この順目から、この順目っていうかまあ、こっからパーマン、ヒューマンはな、ちょっと違和感はあるかな。そうそうそう。ウーピン切ったのもあるか。パーマン、ヒューマン切りそう。みんな柔軟だな。まあ確かにパーマン、ヒューマンはもう全く方向が違うからね。まあ、別にまあそんな迷う手配だったら俺も、配布検討時よく言ってるけど。まあちょっと迷って、もう何切ったらいいか分かんない時って、まあペンちゃん切っとけば大体正解だから。まあまあ、そんな感じ行きましょうか。パーソーにベットする。さて、どっちでしょうか、パーソーか数ソーか。はたまたパーマン、ヒューマンもあるかな、ということで、鈴木大介さんの一打は、いや、わからんぞ、これ。数ソー切ること全然あると思うよ。はい、どっちでしょうか。じゃん。あ、パーソーでした。まあまあ、しごろの方向見てるかな、やっぱな。迷ったらペンちゃんね。あんまこれ俺迷わんな。ペンちゃん落としでシャンテン戻しはちょっと選択肢なかったけど。はい。じゃあ行きましょう。あ、テンパった。あ、まあ、鈴木大介さんは絶対リーチ打ってくれるよ。そういう安定感あるな、これな。他の人だとね、リーチするかなとかなるけど、まあ、絶対リーチしてくれるんで、それに関しては、かなり信頼度が高いね。な、それしゃあない。はい、ペーチャドラルチーマン。ドラドラある。はい、まっすぐ行きましょう。はい、トンキル。あ、そうか、そうか、自敗切ら、自敗、まあまあ、これはいいよ。ちょ、どっちかわかんないってのが、それが一番めんどくさいのか。このトン切らないとかも、自敗切らないっていう理由で切らないのか、わかんないんだよね、やっぱね。自敗切るときもあるから。なんか、それがなんか、一番、なんか、もやもやしてるかもしれん。どっちの制約になったんだっていう。普通にいいピンなのかとか。やっぱまあ、この点数で、まあ、あとはビーストがめっちゃ凹んでるとかあったら、まあ、これでもターツも全然ないから、それこそこんなんな、さっき本田さん言ったみたいに、もうこんなもんはさすがに俺もターツないから、トン切るし、おたかぜの。ってやるんだけど、大輔さん、リーチ後の補充が多いか。ああ、ね、確かに、多いんだっけ。これリーチの方がいいんですか？まあ、リーチでいいよ。リーチドライチやろ。はい、じゃあ行きましょう。いいピンで、はい。リャン、そういっそことです。リャンピン。リャンピンも残していく。いいピン3枚切れでリャンピン残していく。まあ、ここの順目でリャンピン残すって言うと、やっぱりこれはじゃあ、制約なんじゃない？だって、ハイパイの時点の E ピンと、このリャンピン変わんないもん。E ピンが3枚切れ、むしろ E ピンの方がいいんちゃう？ E ピンは E まではないか。いや、でも振り手になるからな。E ピン3枚切れかつ自分が E ピン切ってて振り手になるリャンピンだから、第一弾の E ピンよりも価値ないと思うよ、やっぱ。冷静に見るとね。E ピンが、この上下が E ピンないと、まあ、ちょっと難しいけど、あ、クイタン？まあまあ、クイタン。クイタンか。確かに。クイタンで残したんか。ああ、全然いいと思う。確かに。じゃあちょっとそれがね、いまいちだから、どっちなのかなっていうのもあるんだけど、はい。たぶん、リャンスはポンしないか。まあ、クイタンだったらポンするけど、ドラチーマンとか引いたら漫画になるし、まあ、こっからはいかないと。はい。で、スーマン引いてきた。チュン切った。ここでもチュンなんだね。リャンピンじゃなくて、まあ、リャンピン重なって単野を見てんのかな、やっぱ。ここで、リャンピン切っていく。はい。ここで、確かに単野になっていった。まあ、リャンピンは関係なかったけど。ドラ引いていった。で、もうパーマン切って、マンガンインシャンって。地点で漫画になった。ああ、ダメか。はい、ラスマイシャーチャドラがペイ。手配は？手配しょうもないな。点数状況は中林さんには、次局で親の連チャンされたら中林さんにまくられることあるけど、現状では結構離れてる。渋川さんと東条さんは ?12,800 と 24,000 か。まあ、きついな。2局でか。まあ、とりあえずは普通でいいか。普通に、とりあえず、まあ、つも見ます。トン切る。
あ、そっか。9万切るんだったら、9層パー層のが、普通は手かけたくなるけどね。うん、まあまあ。まあ行きましょう。はい、ウーピンヒッター。これはトン切る？もうそうか、もう統一手か。まあ、4統一で手配もしょうもないから統一手か。うん、まあはい、了解です。はい。うん、もうパー層切って。ヤンマンを切って。トン切って。おお、ちょっとおもろいことになってきた。はい、どうなるか。ウーピンとか数万もまだあるしね。数アンコウとかもあるかも。で、おーい、これマジか、ラスで。ドラのペイから切っていくんか。うん、まあちょっと俺はやったことないんでわかんないです。はい。普通に白一紛れなんで。おもろいなあ。あえてドラから行くんだ。まあいいシャンテンでってこと？まあペイ重なったら強力に高い手もあるからな。泣いてトイトイでもね。うん、現状だとまあペイ重ならないとトイトイだとトイトイドライチってちょっとしょうもないけど、まあペイ重なった場合はトイトイでもチートイシャンテンでも高いからな。まあ普通に白切りがいいかなと思いますが。ドラから切っていく。あ、テンパった。はい。最高形はリーズも3アンコードライチ。はい。完した。どうなるんだ。入局してしまった。はい、オーラス。まあ、こうなっちゃうと、もう東條さんしかまくれないか。9800差だから、マンツモ条件か。まあ、リーボー出たら満貫条件で。はい、いきます。まあ、親の連チャン嫌だからトンから、みたいな感じに俺はするけど、まあ、シャーからでもいいか。シャーも嫌か。まあ、そこまでか。はい、とりあえず、自敗切って、あ、そこ、自敗切らない。はい、ここではシャートン切っていく。まず切って、キューピンも残していくんだな。やっぱ、第一では自敗切れないで残してたんかな。もう、ダメだな、こんな2フローされたら。タンヤをドラドラでも仕掛けれないしな。まあちょっと面前で行くしかない。はい。もうちょっと無理だな。だこれ。まあ俺はね、リャンピン切ります。はい。もうこれ泣かれてももうしゃあないもん、これ。うん、チートイリアンシャンテンも落としたくないし、シュンツテもマックス行きたいんで、まぁ、ちょっとローマンとか迷ったんだけど、パーソーとか。うん。まぁ、ただパーソーだと両面崩しちゃうから、まぁ、消去法的でローマンってのもありかなと思ったんだけど、もうストレートで両ピンにしときますわ。うん。ローマンが下茶に安牌じゃないんで、下茶にローマンが安全だとしたら、まぁ、ローマンって言いたかったんだけど、まぁ、そもそもそれ安全じゃないから、まぁ、ただまぁ、なんかローマンがバランスいいっちゃいいかもしれん。あとあの、リャンピンが2枚切れってのもあって言った。うん。縦重なりの、チートイの縦重なりも薄いから。もう、ダイレクト受けだけで。9万嫌だな、やっぱチートイリアンシャンテン。9万切って食いたんはさすがにな、ちょっと遠すぎる。やっぱ基本的に面前のリアンシャンテンを崩すことはできない。って感じ。9万も2枚あるし。うん。もう9万切んだったらローマン切るわ。うん。リャンピンにオツ。いや、リャンピンはね、結構オツは高いと思う。M リーガー、リャンピンはやっぱ下茶に嫌なんで、パーソーとか行くんちゃうかな。うん。オッズはね、リャンピンはね、5倍ぐらい。ああ、うん、5倍ぐらい。はい、じゃあ行きます。何切るでしょうか。一応候補はローマン、リャンピン、パーソー3択でいいかなと思います。はい、どれでしょうか。9万。9万と言ったのは、クロさん。3層行けば食いたん足りる。いや、でもな、まあちょっとこれはね、大輔さんも9万切ったけど、まあないわ。俺から見たらもう 100% ない。うん。こっからシャンテン総都市はないわ。下ちゃんのこんな仕掛けに。うん。500か負けた。うん。もう明確に良くないと思う。うん。だったら単ヤもいけるし、そんだったら、パーソーでいいんちゃう。うん。食いたん見るんだったらパーソーでいいや。
って感覚。ファーストだったら下茶にも泣かれないし、食い玉も別に見えるし、で、チートも見えるから、9万キルだったらパーソーって感覚だな。9万だったら普通に下茶に6、9万泣かれたらわけわかんないしな。わけわかんないやん。こんな9万チーって言われたら。うん。ただまあ、そんな感覚でした。はい。ちょ、こっから単位をきついな。しかも単位アウトだとやっぱ3層引けばって言うけどね。3層引いて食い玉に行けば漫画あるけど、それもだって、積もんなきゃいけないしな。満願条件だったらまあいいけど、満積もだから、三層数層引いてドラさんになったとこで、ガツガツ仕掛けて、かつそれ積もるってなると、なんかちょっと条件にあんまなってるかなって感じなんで、はい。数層握れもな、まあね。はい、まあじゃあ一応そんな感じで。でもありがとうございます。黒さんが当たりました。9万切り。はい、ちょっと商品はないですけどね。お見事。まあ、当てに行ってないか、別に、黒さんは。はい、じゃあ行きましょう。なんで、どうなるか。うん、別に食いたんで老僧チーとかもないしな。9万9万切っていく。リーチ来た。うん、まあ、このリーチは、ま、逆に嬉しいと考えてもいいかもね。チーム状況がもうとにかく3着で終わらせたくないから、まあ、この曲は折り切って、まあ、それこそ東条さんが事故る可能性もあるし、ちょっと嬉しいリーチかもしんないね。はい。まあ、そしたら、ま、これは完全に自分折り切って、自局に期待していく。まあ、パーソーチューンとか適当に、もう、降りていく。え？こんな合わせていいの？あ、まあ、一応あれか。チーピン、キューピン、あれ？下茶って何？リーチ一発目、キューピン来ただけ？積もぎただけ？わからんな。降りてるとかもそんなわからんし。これマジか。まあもう平和にパーソーチーソーチーソーとかのがいいと思うけどね、普通はね。まあ一応、ただね、ちょっと難しいのが、俺はなんかし、ね、まあ普通に、下茶にチーさせて上がられたら嫌だって言うんだけど、同時に下茶が手配短くなるってことは、下茶の補充抽選も上げるから、うん。まあそうそう、自己狙いなんだけど、いや、わからん。自己狙いなのか普通にただ合わせたのかわかんないけど、なんかね、結局チーするってことは、東条さんはそれに見合う天牌だからチーするわけだから、例えばもうチーして手配4枚だけど安牌があるとかね。だから東条さんからするとやっぱり泣くってことは、東条さんは嬉しいから泣いてるわけだから、やっぱりそういうことを初心者相手じゃないから、って考えるとやっぱり損じゃね？普通に考えたら。うん。ウーピン来て東条さんね、嬉しいからチーするわけじゃん。うん。安牌とか全部考えて。東条さんからするとその平均着順とか考えた上で、自分が有利だからチーするわけで、泣かしてよっしゃ、泣かせたじゃないや。うん。東条さんからしたら自分がプラスの泣きするわけだから。だからまあ、初心者相手だったらあるけどな。初心者相手だったら、安牌もなんもないけど、ウーピンチーしてさ、全通して補充したとかさ。うん。やったーみたいな。うわ、こんなとこから、親満振って三着落ちたと、みたいなあるけど、やっぱそうではないと思う、俺は。泣くってことはその人は自分はプラスのこと、プラスだから泣くわけだから。まあそんな感じ。はい、じゃあ行きましょう。ウーピンはどうなる？泣かなーい。はい、まあ、はい。うん、積もられなくてよかった。はい、まだマンツモ条件ある？あ、なくなってるやん。マジか。ん？同点になるのか。マンツモで下茶と同点か。同点か。うん、まあまあ。まあとりあえずマンツモ条件目指して頑張ろう。はい。まあ単品系もあるし。まあ、とりあえずイーマン切る。これはジャン切るじゃなくてもイーマン切る。チュン切るか。初切りたい人も多そうだけど、まあまあまあ。まあ、ちょっと初重なってもね、打点ないので、先に初切っても全然いいと思うんだけど、はい。こんな酸素切らんでしょ？なんでこれ酸素切っちゃうんだ？マジか。単野方向。まあまあ、そういうことか。まあまあ。ただ単に、孤立さえ、ドラのトーン切らないから孤立さえを切っていくとか。うん、まあまあ。まあ行きましょうか。はい。で、酸素切った。なんか一通見えてきた。こうなるともう一通とドラ決め打ちで数万か。
うん、まあ、これはいい、いいと思います。はい。で、パンピンもチーしないか。ね。三茶角だったら絶対チーしそうだけどね。ペン三ピン、ウッパーそうで。うん。まあでもちょっと三茶角のチーム状況じゃないんだよね、多分。だから、越していく。三勝円何切りますか？うん、ちょっとそれ迷ったからもう飛ばしたけど。まあ、E ピンと9番でちょっと迷ったけど、マンツモ条件も切る。うん、やっぱなんか E ピンバランスいいかなと思ったけどね。うん。ちょっと一通もね、結局ね、いや、一通とかさ、9ピン引いたから思うだけちゃ、全く見えないな、俺。単品系とかだな、やっぱり見るなら。こっから一通見るってすごいな、想像力みんなの。バイツもトップ。あ、バイツもトップですね。確かに。計算はしてなかったけど。うん。想像力すごいな。一通なんて1ミリも見てないわ、俺。単品系は見えるけど。うん。やっぱ E ピン切って3層縦重なったら、普通に単屋をつくや。そうで横ひっついて。とか、まあ別に数層とかでもいいけど。もう E ピン切って数層ひっついても、それこそ9万9万とか。うん。すごいな、想像力が。実際一通になっていくからな。一通見るのは俺の影響。いやいや、なんでやねん。俺見ないわ。泣くってこと？いやいやいや、上がりトップで一通見ない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 。上がりトップだとしても一通はさすがに見ないって。単用が、単用だわ。あ、メンピアン一応足りないから一通見るってこと？そういうことか。一通だとね、単用と、当たり前だけど、単用とピンフが高確率で消えるから、まあちょっとそこら辺どう見るかだな。はい、まあ行きましょう。で、まあ、確かに9ピン引いてなんか1通見えて、で、さらにトーン引いたんだけど、今。ん？この後か。さらにトーン引いていく。あ、この後か。さらにトーン引いていく。トーン引いたらどうすんのこれ。何言うのこれ。な、1通とか全部見んだったら、まあ、9万9万とかなっちゃうけど。さすがに9万9万はないよな。普通にもう、リーズもドラドラでいいってことだから、跳ねつもは見てないよね。もう普通にまっすぐ。EQ ピンどっちの方がいいのこれ。EQ ピンも、一通見切るとしたら、ちょっと待って。それ Q ピンの方がいいか。普通に Q ピンか。Q ピンの方がいいか。はい、Q ピンで。マジか。まあまあ。まあ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 。わからん。わからんというか、俺は損だと思うけど、まあまあ一応ちょっともう高打点で見てるってことだから、まあちょっと方針が違うってことで、まあ行きましょうか。はい。また負けた。うん。この瞬間トンポンできたら8000とかある。いやでもそれもだからまた積もんないといけないからな。やっぱ面前の、両面リーチの方見たいけどな。トンが今1枚切れた。まあそうだな、まあ確かに。トンポンしてイーシャンテン、ローソーチーソー切って、ペンサンピン、カンパーピン。ペンサンパーピン、カンパーピンってなんペンパイナッポアッポーペンみたいな感じだったけど今。ペンカンサンピン、カンパーピンで、行く。まあ行くわな。確かに出たら行くわ。うん。まあ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 、まあ。どうなんだろうね。ペンカンさんみかんパービン行くんだけど、それ飛んでたらそれポンする。それは絶対ポンするけど、まあまあ、まあ、まあ、そのメリットは一応あるけど。うん。パワーソース持った。うん、まあ、E ピン切って。違うのか。これももう見るから違うか。9万切んのか。いや、どうすんだ、これ。わからん、マジで。誰かわかります？まあ、これはだから、対局見てないとして。対局見てる人は知ってるかもしんないけど。鈴木大介さんがこの流れでどっち切るか全く見当つかないな。超高打点で、マジでわかんないよね。これ9万？でも別に仕掛けれないぞ、これは。ドラドラしかないから。まあ、三着角だったら別にいいけど、三着角はしないで、9万切る。でも9万切ったら、トン受けはないぞ。いい、9万。ローピン来たら9万。いやでも、トン引いたテンパイなくなっちゃうぞ。それが。うん。ただただって言うけど、9万切ってトン引いたら、まあ死亡はしないけど。ね、E ピン切りたいな、やっぱな。ローピン来たら9万かな。まあ確かになんかそんな気もする。
つもぎりで、いや、おい、ふざけるな。いいピン、リャンピン。いや、リャンピンも切らんといて。リャンピンは換算ピンあるから。あ、チーム状況的には、バイマンとか見るから、キューマンが。あー、確かにそういうことか。そうか、そうか、めちゃめちゃ点数へこんでるから、9万のオッズはね、いや、結構低いぞ、これ。2.5 倍ぐらい。9万と E ピンが 2.5 倍で、で、それしかねえよ。2択しかないから、両方2倍。9万と E ピンが両方オッズ2倍。2倍、2倍。あ、そうか。確かに。リーズも1通ドラドラ。とかもそういう系見てるか、そっちか。ちょっとこれはいいか。ちょっとチーム状況もあるから、超高打点。まあ、倍率までトップはないと思うけど、まあまあまあ。E ピン9万に1万ずつかけます。それ絶対もうプラマイゼロだから、まあ、2万円絶対元つきますね、それね。うん。で、もしかしたら他の入ってる可能性あるんで、リスクしかないですね、それ。競馬の副賞の 1.0 倍みたいに。うん、リスクしかないです、それ。万が一他の入ってる可能性あるんで、一応。はい、じゃあ行きます。何着るでしょうか。いや、マジでわからんなぁ。いや、俺やっぱ E ピン着て普通に行きたいんだけど、ちょっとだからチーム状況的にもう無理くりでも、例えば赤ウーピン赤ウソを引いた後に、一通になってリーチして積もって裏一とかで倍満とか、まあ、一応可能性ゼロではないから。うん。まさか円かけてますか？いえ、円かけてないです。パンの耳かけてます。はい、じゃあ行きます。どっちだ？まあ、俺は E ピン来て普通にリーチしたいかな。やっぱこれ、リーズモっていうだけできついからもうこれ。ただただテンパイチャンス追わないと。で、トンと Q1 なら全然積もれるから。で、トン積もっても、ね、だってトン積もったらリーズもドラさんで裏で跳ね回るしな。はい、まあちょっと俺は E ピンにしたい。結構。結構 E ピンにしたい。はい、じゃあどうするか。あ、9万だった。うん。チーして背底直撃発生。うん、ちょっとすぎだろ、それ。9万だ。まあ、こうなったらまあ、いいか。はい。このテンパって、ああ、テンパってリーチないんだ。あ、そうか、そうか。積も直条件。積も直条件になるからか。はいはい。なんか、テンパりましたね。はいはい。で、まあ、下茶からパーピン出るか積もれば、でもこれ同点だよね。下茶から出たら、いいか。下茶から出たら、最高。2着。ただ、積もっちゃうと、同点2着になっちゃう。で、って感じか。リーズも一通ドラドラ。裏裏もペイがじゃ、ペイが見えてるから、裏裏もない。そうか。まあそんな感じで。はい。一発相撲かい。リーチ一発相撲一通ドラドラ。裏位置でトップだったな。これ、リーチしてたら、痺れたな。まあまあ、しゃあないけど。うん。これは別に俺もしゃあないと思うけど、これ一発積もる裏位置条件クリアしたらめちゃくちゃやばかったな。ビーストの点数状況だから別にあるよな。うん。まあ一応積もって裏位置で跳ね間になるし、うん。ん？あ、違う違う違う。積もった瞬間跳ね間になるし、別に強気でリーチもな、いいよな。うん。確かに、これマジか。裏乗ってるだけでトップか。ね、リーチ全然あると思う。うん、ただこれはさすがにね、鉄リーだろとか、それは言えないので、絶対。あ、フリテンリーチ。いや、それはできんかな。うん。そうそう、これはまあしゃあないと思う。フリテンリーチがピンフつけてってことね。積もる裏条件になるね。うん。フリテンリーチするなら、パースを着てリーチして、赤積もした瞬間にトップ。で、ウッパースを積もって裏位置で、っていうね。まあ一応選択肢はあるか。あ、こんばんは。オーラスの日本版の東條さん、リアマン積もってきた場面で想像のグゲタをさらっていくのありかどうか。わかった。うん、そうそう、赤嘘とか。うん。まあ、行きましょう。俺はリーチする。うん、まあ確かに。ビーストの点数状況考えたら、てかリーチすんだろ、これ。わかったわ。これリーチすんだ。だから言ってんだ、みんな、これ。あ、絶対リーチすんだ、杉大輔さん。パーソーで。未来見えたわ。だからだ。
こんなん積もった瞬間にさ、みんなしてさ、リーチするリーチするってさ、言わないもん、普通こんなん。あ、まあ積もってしゃあないかって。ね、あ、まあ2着、同点2着ね。まあまあまあ。まあまあ、しゃあないしゃあないって感じで。さすがリーチできないよね。絶対グリーチ積んだ。だから言ってんだ、みんな。うん、そんなこっからさ、積もっただけで、あ、よかったって感じなのに、さらに強欲にリーチするってそんななかなか発想ならんもんな。うん。そういうことね。鈴木大輔さんリーチ積んだ。で、上がり逃すんだ。わかった。未来見えたわ。うん。これ上がってたら、多分だけど、今日の配信でもっと初めの時にコメントで、今日鈴木大輔さんすごいトップあったとか多分言うはずだから、それのコメントも来てないし、って考えたら多分これリーチして上がり逃すんだろう。で、次局、あるんだ。で、3着終了か。あ、わかったわかった。未来見えた。はいはい、そういうことね。はい、面白い面白い。はい、皆さん面白いな。はい、じゃあパーソン来てリーチね。はい、パーソン来てリーチする。いや、積もるか。いや、積もるんか、普通に。いや、いいんだけど。あれってことはリスのレベル高いの？まあ、確かにリーチもね、なくはないもん。赤積もった瞬間トップ。ウッパーソツ持って裏一トップ。うん。うん、そうか。うん、いやいや、いいんだけど。いや、いいんだけど。積もるか。積もっていくんだ。うん、じゃあ、リスのレベル高いな。これ積もってな、普通はもう、ああ、まあ2着か、しゃあないよね、だけど。そっか、リーチするかどうかって、まあな、まあなくはない。うん。フリテンジしかない。いやいやいや、同点2着だからさ。うん。まあまあ。団結力高かった。リーチしかないかという。まあ、リーチも面白いけどね。うん。ペイ4枚見えだから、4見えだから、うん。本人がパーソーギリシー悩んだって言ってた。あ、そうなんだ。それだからか。赤順で2着だから、つも。そうそうそう、2着だから。え？ちゃちゃちゃ、赤順ないから。M リーグ。同点の分けるから。うん。フリテンジするやろうな。うん、まあまあまあ、そんな感じか。了解。じゃ、ちょっと今日も2時前なんで、サクッと終わっときましょう。はい。そんじゃあね、お疲れ様です。でもこれいつになったのすごい。ああ、確かにいつになったのすごいな。ほんとだな。俺だったら、トン9万でリーチしてるか。ん？そもそもな、どうなってもわかんねえな、もう。3層とか残ってるし。うん、まあでもいい、やっぱ9万トンのシャボになってんちゃうかな。その前の数万3万引き入れてんのかな。あ、ここでいいピンだと、リャンウーマンのピンフになってんのか。リャンウーマンのピンフドロドロになってんのか。うん、そうですね。なんか出てきた。ドヤ顔で出てきた。俺のがコンマ3秒早かったから。うん。さすがだな。すぐにパッとリャンウーマンになってそうとか出てくるからな。うん。さすが黄色い人だ。はい。確かにリャンマになってそうだな。とりあえず俺、な、E ピン切るって言ったっけ。E ピン切る。ほんで、でここで、9ピン引いて9万、9ピン積もぎる。だから、やっぱ E ピンと9ピンの代わりに数万が残ってる。本田さん入力タイムあります。確かに。入力タイムとタイムラグあったら、そうだな。本田さんのが先言ってるか。まあ、ここはじゃあ、負けとくか。うん。わかりました。多分、本田さんのが最終形にアウマンっていうのは先に浮かんでるか。はい、じゃあまあいいや。で、ここで両面になってるから、E ピン、Q ピンの代わりに、数万3層があるんだけど、ここで両面できて、E ピン、Q ピンの代わりに3万数万かな。はい、E ピン、Q ピンの代わりに3万数万がある。で、トン重なると、ここで9万9万じゃない？リャンウーマン、ウッパーピン3層、ウッパーピン3ピン、ウッパー層にするんじゃないかな？ 9 万9万で。で、ここでイーシャンテンか。ウッパーピン3ピン、リャンウーマンのイーシャンテン。うん。リャンメンリャンメンっていうか、リャンメンリャンメン、ん？リャンメンプラスリャンメン、カンちゃんの3面のイーシャンテン。んで、ここでリーチか。ここでリャンウーマンリーチか。はいはい。
ここでリアム・マリッチしている。その先はわかんないな。うん。そんな感じか。この 0.5 着アップ、結構損に見えた。曲げなら、中林さんから論でもいい期待値が出てきそう。リーチ1、ドラドラ。そうだね。確かに。中林さんからパーピン上がっても裏1で、上がるもんね。確かに。全然リーチでもいいと思いますよ。うん。先にリャンピン？え？先にリャンピン？どこっすか？どこっすか？先ってどこ先？ 9 万のとこってこと？ 9 万より先にリャンピンってこと？え、それ俺絶対打たんけど。まあいいや、ちょっと分かりづらい人いるから、形書くか。いやいや、ピンフあるし、絶対、普通に9万でいいやろ。一着アップ狙った方がよかった。確かにね、リーチ、そうだね。ただ全否定はできない、さすがに。うん、中林さん打たない。え？いや、打つや、普通に。いや、こんなのマイナス5900点で。普通に行く手だったら打つやろ。なんで？何それ？エベレ君も、なんか、そんなヘンテコなコメントすんだな。そんな分からんよ、その。中林さんこっから打つか打たないか分かるかんなもん。知らねえよ。手によるだろ。ちょっと待って、書くわ。さんまさんま9万9万。ちょっとね、分かりづらい人も、まあ、本田さんとかは分かると思いますけどね、もちろんね。ちょっと、分かりづらい人もいるんで。さまさま9万9万、2、4、5、6、6、7、トントン。で、6、7。はい、まあ一応ちょっと、これでね。ちょっと頭の中で言ってても、動画見てる人分かりづらいんで。一応こんな感じの形。この形で、どうするか。この形で、てか普通にピンフドラとかでやっぱ9万切るけどな。本田さん2ピンから打つの？ 3 ピンも普通に枚数あるし。9万が普通ちゃうの？てかどう考えても9万しかないと思うけど俺。だって4畳杯も出ちゃうし、2ピン切ると。2ピン切ったらいいシャンテになった時に必ず4畳杯出てそっからターツ落としになるからもう普通の？こんなん自己都合だけだから。うん。これは9万でいいと思う。だから多分本田さんも何か勘違いとかだと思うわ。うん。さすがに両面勘ちゃんを見落としたとかはないと思うけど。トン引きを見たってこと？まあ多分まあまあいいや。これはまあ別に。まあ。じゃあマジで俺9万しかないと思うからもうそんな別にいいや。深々やんなくて。うん。そんなに言ってもな。うん。はい、まあこんな感じのね。いいシャンテンでトンがドラのなっていましたって感じ。で、ピンフドラドラ確定のヤンシャンテン。9万9万。みたいな感じが普通かなと思います。はい。まあそんな感じでいいかな。ちょっともう2時なので、次の人もあるので、一旦これでいいか。いいかな。ちょっと一応待つか。ちょっと一応本田さんの次の、ああ、トンも9万向け入れとか、ああ、そういうことね。トンも9万も。9万って言ったら3ピンの方がだってピン普通からさ、トンってことね。トンの、ドラのトン引いた時に受け入れがなるってこと。はいはいはい。まあまあ、そうですね。うん、そうじゃん。9万の方がいいっしょ。うん。ガンジャーのリキッド吸ってるの気持ちいい。何しとんねん。9引きと9万。うん、でも9万ってだって3ピンより嬉しくないもん。うん。さあ、引いたら手進むの分かってるけどさ。引いたら手進むの分かってるけど、それは3ピンの介護感だしな。ピンフ消えてるから。うん。M リーガーの配信の研究して、全然してない、こんな。平面でやってるだけだから。うん。俺なんてもう、ただ、うん、適当にちょろちょろやってるだけだから、もう。え、まあいいかな。じゃあ次の人アンケート取りますか。はい。じゃあそんな感じで。お疲れ様でした。はい。あとね、まあ皆さん、一応、来週12月11日から、高速宅のまたイベント始まるので、また、あのね、みんなで盛り上げていきましょう。はい。そんな感じでね。二人目の天保位。まあ、河村軍団でやってた時に、就活生、アットマーク河村軍団と、岡本がね、赤木アットマーク河村軍団ってやってたんだけど、
ただ、あいつめちゃくちゃ軍団アカウントで地獄引いて、なんかもう、麻雀打ちたくねえとか言ってたから、それでなんかね、そのアカウントでなったらおもろかったけどな。その赤木アットマーク河村軍団で天保になったらめちゃくちゃ面白かったけど、その後岡本でなってるから、マジで、七段地獄とか引いてずっとなんか、もう、7段から上がれないみたいになってた気する。高速タグ何か用意しておくとかってありますか？まあ一応だから、上卓のアカウント？課金すればいいから、500円払ってもいいよって人は何もいらない。でも課金したくないって人は、上卓まで上げとく。アカウントを。で、まあ俺との企画で、前回その、ニューとか N のアカウントでもう、何段とか上げてる人は別に何もいらないし。あ、スナロさん、ギャンピン来てから3ピン引いてもそこから肝落とすってダメなんですか？ダメです。じゃダメですが、引いたらどうするかってこと？ダメというか、それはもうそうするけど。それはそうするしかないけどね。リャンピン切って3ピン引いちゃったら、それに関してはもうシャアなしで、こうなったらまあ9万9万になるけど、でもそれって一応裏目っちゃってるから、単純に3ピンも枚数あるので、だ3ピンが3枚切れとか2枚切れだったら、まあ一応むずいか。3ピンが薄いっていうんだったら、まあシャアなしかって言って、枚数で行くこともあるかもしれんけどね。3ピンが3枚切れだったらあるか。3ピンが3枚切れだったら、まあ、さすがにダイレクト受け重視して2ピン切りますで3ピン引いちゃったって言ったら、まあ、それは9万9万行くしかないよな。それは。2戦目終わってない、まだ。カームってこういうの絶対積もるよね。どういうこと？こういうのって何？どういうこと？こういうのってね。テンパイってこと？リーチしたら積もるってこと？テンホはスマホでニュー使えない期間すぎる。そうそうそう。リーチ知ってるか、そもそも。引いたらローピン。引いたらローピン？ ここでローピン切んの？いや、まあ、あんま良くないと思うけど、やっぱ、6ブロック進行になっちゃうから。これで3ピン裏目ったら、ここでローピン？まあ、ちょっと気持ち悪いけどな。まあまあまあ、9万が通っちゃう。ローピントンの受けとさ、9万の受けでは同じだから、まあ、純粋配合率言ったら、もう9万しかないになっちゃう。安全度高いローピンを先切りたいとか、安全度、危険度高いローピンを先切りたいとか言われたら知らんけど、さすがにこれも9万しかないし、こんなハイ効率で言ったら。一旦高速タグ打つか。まあ、ありか。カムラさんだったらカンパーピンリーチしますか。ちょっとね、まあ、難しいわ。それはちょっと俺も思考放棄したけど、さっきの河合のコメントの検討お願いします。あ、わかったわかった。さっき何だったっけ？オーラスの東條さん。あ、これの東條さんみたいな。エロかエロか。これ動画長くなっちゃったな。まあ、いっか。ちょっと待ってね。真剣に考えるわ、じゃあ。リーチ、ツードラドラ。東條さんが。まあでも、東條さんがパーピンいらなそうだもんな。カマラさんって名前やってますか？やってる。ちょっと待って、これは、リーチするメリットが、素点が上がるというか、トイメン上茶から出て裏位置で、まあトイメンから出ないか。まあ基本的には下茶降りちゃう。下茶トイメン降りちゃう。まあトイメンはいいや。どっちみち出ても、三茶角になっちゃうから。上茶から出た時に、裏位置条件の抽選が切れる。いやーでも2着率は下がるしなー。いや、下がるんちゃう、やっぱり。裏1だもん、だってこっちは。下茶からパーピン出たときは、確定じゃん。まあ、同点2着ってのが嫌なんだよな。これがだから自分の持ち点が23,200点だったら、やっぱ普通に鉄玉だと思うけど。やっぱ東條さんがチーピン早いし、パーピン普通に積もぎったので2着があるし、あと、中林さんから出ても結局裏1条件ってのが痛いな。だからやっぱり東條さんから出た瞬間に2着、積もっても2着になるんだけど、積もった時に同点ってのがね、ちょっとそこがもう計算わからん、俺も。同点があるからやっぱり純粋な2着取りに行ったリーチ、そっちのが今んとこは有利に見える。やっぱ積もった時に、だから出た時だけ2着、純粋な。積もった時も、
点数分け合っちゃうんで、やっぱもう積もった瞬間に純粋な2着確定で、上茶から裏1も純粋な2着確定の方を取った方がよく見える。うん、そんな感じかな。現2段なので上卓来るまでね。うん、いいんちゃう。ペー見えてなかったリーチもあったかもですね。まあペー、まあでもペー見えてないからって積も裏裏条件のトップね。まあそれがどこまで変わるかわからんけど、はあ、中橋さんがリーチしたら現張りになるの強そう。ああ、まあまあ、確かに確かに確かに。まあまあ、あるっちゃあるな。確かに、そういう、そのパターンもあるか。中橋さんがリーチした場合は、積もっても、純粋な2着がなると。まあ、ただちょっとな、これも順目深いからな。そこまで想定するのは、どう、難しいけど。うん。黙りしてどこまで見逃しますか？え、一生見逃す。うん。まあ、これはちょっとチーム状況もあるかもしれないけど、もう3着角は一切上がらないでいいんじゃない？それで上がるっていうならもうリーチしかないんちゃう？みたいな感覚かな？もう一生見逃すかな？流局まで。うん。だって見逃すってことはイコール、合わせ打つ可能性あるから、東條さんが。それが、それも考慮すると、もう一生見逃す。敗退直前で見逃す。うん。やっぱ着順取らないと。6枚のパーフィー見逃しますか？このコメント秀逸だな。4枚目じゃないんだ。6枚目ってことは、6枚入ってるってことは7枚入ってる可能性あるから見逃しますね。うん。4枚目よりも見逃せる。4枚目だとさすがにゼロになっちゃうけど、6枚ってことは、エラー起きてるから、10枚ぐらい入ってる可能性あるんで、見逃しますね。6枚目なら。はい。という、いいオチがついたんで、終わらせていただきます。お疲れ様です。あ、違う。東條さんか。最後に。ちょ、これ動画長いな。あ、いいか。もう同じやし。はい、東條さんね。分かった。せっかくオチで。はい。はい、じゃあ東條さん。めっちゃいい手合いだな。はい、東條さんのオーラス見ていきます。東條さんも同じような条件か。あ、違うか。東條さん漫画上がるだけか。鈴木大介さんはツモ条件とかだったけど。うん、ツモ直条件だけど。あ、東條さんは漫画上がるだけね。教託あるから。はい、じゃあ行きます。チュン切った。え、これチーピン出てったの？どんな形からチーピン出てったんだろう。はい、E ピン切る。うん。まあ、普通は E ピンの方がいいような気がするけどな。マンズが1234567になった方がいいから。うん。まあ、親じゃないわ。鈴木大介さんの現物かな。あ、違う、現物切ってるやん。いや、E ピンじゃないかな、普通に見たら。純粋に縦重なり見たんかな。E ピンより、E マンより E ピンの方が1枚多いから、縦重なり。なんか形だけ見たらやっぱり E ピンに見えますよね。それ、連続になるからね。そうそう、一丁とか、なんだろう、ね。まあ、何かしらあったんでしょう。え、E ピン切る。あ、もう完全、もう余剰杯なくなったんか。はいはい、ここで、いいシャンテンになった。そうですね、特に何もないっす。うん。ピンズの連続形生かして、パーソーローソーもないしな、これはな。うん。なんもないと思います。ああ、6チッパー、G マン切る。うん。何かしらないの？まあ、園田さんとかだったらね、何かしらって言うけど、東條さんだとないかもしれん。うん、え、で、まあ、これはもう積もぎてるだけか。もう何もないの。何も、ただ積もぎてるだけ。え、何もないやんけ、これ。何もないやん。うん。ああ、これテンパって、あ、テンパってた。こっちも、黙って、鈴木大介さんの、黙一通と、同順に、黙三色をテンパっていた。で、これでダマか。そうですね。これはもう上がるだけでトップなんで。ダマで。はい。なんもないよ、これ。てか。あ、E マンだけだから。E マンだけ。何もない。何が言いたかったんだろう。あ、ごめん。全然、いいんだけど。見れたのは楽しいから。普通に純粋に嫌味じゃなくて聞きたいけど。どんな感じだった？リャンマン積もってきた時点でグケターツを払う。あ、そういうことか。了解。リャンマン積もったとこ。あ、3色。3色なら。あー、そういうことか。パーソーローソー切って、リャンウーピン、リャンウーパーマのイシャンテンで、リーズもしに行くってことか。3色見切って。いや、むずすぎやろ、これ。まあ、確かにそれでも別にいいかもね。
でもなかなかできないな。ちょっとこれ判別できない、そんなとっさには。これはむずすぎるわ。うん、やっぱパーソーロソ切っちゃうと、そうそうそう、だ黙れないからリーチになっちゃう。で、うん、ちょっとわからんっていうのもあれだけど、どっちでもいいと思う。必要ない。まあ、リーズもだったら必要ないけど、まあ、一応ダマでこっそり上がれるんで、3色だったら。いや、俺は一瞬、数ピン3ピンはよぎった。うん。一瞬ね。この、パパってやってる時に。うん。それは別に後付けじゃなくて、もう、まだ20秒前ぐらいだから、記憶にあるわ。うん、この瞬間に俺、3ピンジャンピンで、数ピン3ピンで3色とか思ったんだけど、ただまあ、パーマン引いたらダメだけどさ、うん。うん。まあちょっとそれもあるかなと思ったが、3色だけ見るなら。うん。理由は先付け、うん。リーボー出したら大輔さん楽になる。うん。まあちょっとこれはな、なんとも言えんや、マジで。ああ、むずすぎるわ。さすがにリャンマンがダメだというのは全く思わないし。パーソーローソー切って両系でリーチするっていうのが、そういう、でもやっぱチーソーがもう、薄かった場合だけちゃう？それやれるのは。チーソーが普通に4枚ある状態で、まあ今回だったらまあこれは後付けだけど、後付けで言うとしたら、下茶が第一打球走、トイメンが第三打球走って考えると、まあ想像の高めも悪くないかなとか言っちゃうと、もうやっぱもうわからんわ。普通にリャンマンちゃう？俺もやっぱとっさにどうするって言ったらリャンマンしか打てんな。ああ。うん。ここでとっさにパーソーローソー3色見切るのはできないな。まあそんな感じかな。ちょ、むずかった、これは。確かに面白い何切るではあるけどね。うん。みんなが悩むのはどっちでもいいね。うん、確かにね。うん、そうそう。俺もやっぱこれ、手配でこれリャンマン積もってもさすがにここで、他の選択はちょっとできないな。2戦目終わってない、今から。はい、じゃあそんな感じかな。でもありがとうございました。確かにね、これか。うん。あ、見切ってと。だって単純にテンパイチャンスが減っちゃうやん。現状だったら、ピンズ2345、ソーズ678。2345、678。うん。ああ、まあ、これ入れたらいいか。こっちに。まあ、関連牌があるから微妙か。うん。まあ、ちょっともういいや。ちょっと麻雀のお勉強で、せっかくさっきこっち出したし、これでやるか。こっちでやろうか。もうちょっと関連牌もう数えるのめんどくさいもん。2345678。3467868。で、これで、有効配計算すると、リャンマンが、4枚減るのか。テンパイチャンス4枚減って、関連牌一応数えるか。数えるのめんどくさいな。リャンピン同じ。パーソローソ、リャンパーマン。リャンパーマン。あ、関連牌見事に見えてないのか。リャンウッパーマン、リャンウピン、3ピン、数ピンとか、3ピンが1枚見え。3ピン1枚見てるから、あ、そうか、確かに。上がるだけだったらパーソーローソーのがいいな。ってことは、多分3枚差ってことだよね。テンパイチャンスが。平面だったら4枚差だけど、3ピン縦が1枚見えてるから、3枚差か。うん。だったらまあ、両系確定のパーソーローソーのがいいな。上がりは。ただまあ、リーチして積もらなきゃいけない。で、6チッパだったら黙ってもいい。まあ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 、そこをね。うん。やっぱそれを計算するのは難しいよ、やっぱり。黙って上がれるとか。うん。うん。まあ、そんな感じでいいかな。はい。いや、そんな感じでした。いや、どっちもあるかな。俺、やっぱりヤンマンだな、感覚的には。3色見切れないな。メンツできて条件内短期転売も含んでるからむずい。うん、いや、むずいけど、積もらなきゃいけない。あ、出上がり由来値でもいいか。出上がり由来値。
黙れる方、黙れるって言っても、まあ、あれだけど、あの、3品数品が黙れるだけで、他は黙れないけど。まあ、確かにな、なんか俺もちょっとみんなにそう言われたら、パーソーローソンの方がいいような気がしてきたわ。その後の一応変化もあるしな。3品数品縦もあるやないかい。え？そりゃそうだよ。あるよ。うん。本田さんもリャンマン切る。でも確かにみんなに言われたら、パーソーローソンの方が優秀な気がしてきた。うん。チーソー1枚出たらすがる。うん。あとはだから、マンズの変化一応あるから、こっからだから、イースーチーマンとか引いたら、またさらに受け増えていくから、それ考慮するとやっぱり上がりだけならパーソーローソンか。ダントツに。ただ上がりだけって言っても3色消えちゃうからな。うん、まあ確かにパーソーローソンがいい気がした。ほんとだな。すごいな、みんな。もう俺いらないや。もうやってくれ、勝手に。検討。俺なしで。枠だけつけとくから。うん。まあ、安心だわ。俺が死んだ後もじゃあ、続くな。リスナーだけ集まってやっときゃもう。うん。まあ、その時代だったらもう AI が勝手にさ、デジタルカムラが、俺っぽいことを何しとんとか言って、録音させたやつ流しとくから。うん。もう俺が死んだ後もやっといてくれ、みんなで。誰がクリックして、AI が多分やってくれると思う。俺が死ぬって言うと多分60年後ぐらいだから。うん。100歳ぐらいまで生きる予定なんで。墓から LINE 電話で起きてます。うん、わかった。ゾンビになって座るわ。はい。ってことで、じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です。リャンマン採用したい。まあ確かにな。素晴らしかった。皆さんの意見が。素晴らしいな。うん。ね、素晴らしい。確かに全然、まあ、うん。議論の余地あったけど、俺あんま別に何もリアンマン切りゃいいじゃんって思ったけど、うん。いいね。素晴らしいな。素晴らしい。